油圧あるいは油圧システム、または油圧駆動システムとは液体をエネルギーの伝達媒体とした駆動系のこと。類似した圧力媒体の異なる圧力駆動システムには空圧や水、グリセリンを使用した機構がある。油圧ショベル、油圧シリンダーやホース類が見える油圧システムは比較的小型のポンプで大きな力を発揮できる出力や 速度の制御が容易である、遠隔操作が可能である、等の特徴を有している。その特徴を生かし、工場では大きな圧力を発揮するプレス機や加圧装置、荷物用エレベーターから隠し子型機械の昇降用動力などに多用される。一般的に目に留まりやすい、油圧機械として建設機械や荷役機械がある。パワーショベルや、 フォークリフトやレッカー車の作業機部分の操作の動力は油圧を使用している。自動車のブレーキ、航空機の舵面操作や水門の開閉等にも使用されている。油圧の圧力単位は国際単位計ではパスカルが基本であるが、以前は重量キログラムごと平方メートルをもとにした単位であるキログラムフォース、平方センチメートルが使用されていた。現在も 国際単位系には各国各機関とも統一が進んでおらず重量ポンドごと平方インチやバールを使用することもある。射出製軽機や産業用ロボットは当初は油圧式が主流だったが1990年代以降パワーエレクトロニクスの発達により電動式のパワー密度と信頼性が向上すると制御性エネルギー効率の優れた電動式が 市場占有率を高めたが2010年代にボストンダイナミクスが多脚ロボットに精密油圧制御を導入したことにより潮流が変わり、工述する長所が再び注目されロボットへの油圧アクチュエータの導入が増えつつある。二つのピストン内部の圧力は一定である。面積の大きな左のピストンは右のピストンより面積比に応じた大きな力を発揮できる。 油圧駆動は、いわゆるパスカルの原理を応用して大きな力を発揮する。例えば渦の2つのピストンの面積を1、3とすると、右側の小さいピストンに一定の力を加えて押し下げると、左側のピストンは、その3倍の力、1、3の速度で上昇する。油圧駆動は、油圧ポンプで作った高圧の流体を配管やパイプで送り出し、 所定の場所に設置されたピストンや油圧モーターで仕事を行う動力化方式である。油圧機器を作動させるためには、油圧ポンプから突出した作動油を圧力制御弁を介して、圧力を所定レベルに下げ、流量調節弁により流量をコントロールして、油圧モーターや油圧シリンダーに送り込み、油圧モーターを回転、または油圧シリンダーを作動させる。 回転の方向やシリンダーの伸縮は方向制御弁で制御する。油圧で使われる流体は一般的には石油系作動油と難連性合成作動油とに対別できる。前者が消防法上の危険物に該当するのに対し、後者は因果点がより低いため指定可燃物として扱われ、貯蔵、取扱いについての規制が緩和される。最近では、 植物油や合成油を使用した環境対応型の生分解性作動油も登場した。いずれも機材に様々な添加物を調合してあり、潤滑性を保つ金属に対して防錆防食性を持つ劣化しにくい、泡立ちにくく気泡が発生しても分離しやすい、混入した水を分離しやすいといった条件を満たすように考慮されている。使用時の気温、状態、場所、 運転頻度といった、諸条件に合う作動油を選定しなければならない。劣化に伴って作動油の正常が変化、悪臭が発生したり、異物が混入した、あるいは水分混入により白濁した場合は、交換する。問題なく使用できる状態であっても、一定の期間、使用時間が過ぎたらやはり交換する。高性能なオイルフィルターを使うのがベストだが、単に作動油を定期交換するだけでも、 油圧システムの寿命が大きく変わってくる。また、油圧機器のパッキン素材には多くの種類があり、作動油や使用環境、作動圧力に適合するものを選ばなければならない。自動車のブレーキシステムの作動油は、ブレーキフルードといい、多くはエチレングリコールなどを取材としたグリコール系である。水分が混入しても、容易にベーパーロック現象が発生しないよう。 水溶性の成分が選ばれている。油圧の図記号は、JISB0125 から1油圧、空気圧システム及び、機器図記号及び、回路図第一部、図記号に記載されている。航空機などの重量に、シビアな機械では、軽量化のため電気モーターと電線に置き換え、タンクポンプ、配管を排除した、パワーバイワイヤーなどが考案されている。ありがとうございます。